太極拳の世界へようこそ。中村玄光です。毎日5分太極拳で感化二十式太極拳を習得しましょう。第7回目の内容は右乱中衛、右の乱中衛です。前回は左乱中衛といって左側の乱中衛しました。今回はその反対側となります。この動画は鏡面で行います。こちらが皆様の右、こちらが左となります。そして動画の後半では足をつけて行いますが、座ったままでもぜひ一緒に動いていきましょう。ではご一緒に。左手が上でボールを抱えます。少し腰を左方向に向けてください。上の手柔らかく下に自然に押さえて、胸の前に丸く張り出してください。ここでランチ上のポンです。腰を右へ回してください。上の手、手首少し返しますね。腕を取りに行く動作です。リーです。ゆっくり引き込んでください。腰を左方向回しましょう。横に自然に持ち上げます。肘から曲げながらゆっくり胸の前に合わせてください。下から来る手が前側です。肘から曲がる手が内側ですね。手はこのように重なってます。そのまま正面にじー押し出して自然に分けてください。ゆっくり引き込んでください。下に自然に押さえて股関節の高さまで正面にゆっくり持ち上げて押し出しましょう。あーです。もう一度いきましょう。腰を左方向回しましょう。左手が上でボールを抱えます。柔らかく下に自然に押さえて、胸の前に丸く張り出してください。パン。腰を右へ回しましょう。腕を取りに行きます。柔らかくゆっくり引き込んで、リュー引き込んで腰を左回しましょう。横に自然に持ち上げます。肘から曲げながら胸の前に合わせてください。じー自然に押し出しましょう。柔らかく分けます。ゆっくり引き込んで、胸前から股関節の高さにゆっくり押さえてください。アームです。胸の高さにゆっくり持ち上げて正面に押し出します。はい、では足をつけてやってみましょう。左足を肩幅に開きます。真ん中に重心を乗せてください。息を吸いながら両手は肩の高さに持ち上げます。吐きながら柔らかく下に押さえて腰を落としてください。右足重心、腰を左回しましょう。左足の先斜めに、左手が上でボール、右足をゆっくり引き寄せてください。柔らかく下に自然に押さえて張り出しましょう。パン。腰を右へ回します。柔らかくゆっくり引き込んで、後ろ足を伸、腰を左回しましょう。横に持ち上げます。肘から緩めながら胸の前に合わせて、じー押し出して自然に解放しましょう。ゆっくり引き込んでください。柔らかく下に自然に押さえて、胸の高さに柔らかく押し出してください。あん。前足を伸、後ろ足を肩幅に、真ん中に重心、下に押さえながら立ち上がってください。手首を緩めながら右足重心、左足を揃えます。左足を肩幅に開きます。真ん中に重心緩めてください。息を吸いながら両手は肩の高さに持ち上げます。吐きながら柔らかく下に押さえて腰を落としてください。右足重心、腰を左へ、つま先も斜めに向けましょう。左手上でボールです。左足重心、右足引き寄せてください。かかとから柔らかく着地、下に押さえてパン、張り出しましょう。腰を右へ、柔らかく引き込んでください。リュー、横に自然に開きます。肘から緩めながら胸の前に合わせて、じー押し出して解放しましょう。ゆっくり後ろ重心です。柔らかく下に自然に押さえて、あん、胸の高さに押し出します。前足重心、後ろ足を肩幅に、手首を緩めましょう。真ん中重心、柔らかく下に押さえてゆっくり立ち上がってください。右足重心、左足を揃えます。